どうも皆さん、おはこんばんにちは、オットジャです。バイオハザードゼロ HD リマスター生放送、毎週金曜19時半会場、20時スタート、やっていきたいと思います。ついに来ましたね、ニューゲーム。難易度は、ローマル、ノーマルでいこう、バイオハザードゼロゼロで、ゲームのセットアップができますね。ディスプレイワイド、ムーブタイプがね、これオリジナルはラジコン操作で、このアレンジっていうのはアクション性を重視したアレンジ操作で、バイオハザード1ね、 HD リマスターはアレンジでやっていたので、今回ゼロもアレンジできるみたいなんでアレンジでやります。で、サブタイトル、字幕はオンで、全部日本語音声ということで、スタート。アメリカ中西部の町、ラクーンシティ、ラクーンシティ、絶海の孤島ロックフォート島、第二のラクーンシティとなったシーナ島。大量の犠牲者を出したこの一連の事件は、いまだに数多くの真実が隠されている。ほう。事件の背後にうごめくのは、多国籍企業として知られるアンブレラ。この正体不明の企業の成り立ちはほとんど知られていない。一体いつ誰が創設したのか、そして T ウイルスはどのようにして作られたのか、全ての謎を解き明かすには、発端となった洋館事件以前に戻らなくてはならないだろう。1998年7月23あ、映画館って言ってた、列車ですね。あなたもそう思います。じゃあどうしたらいい。しばらく延期するんだよ。でも研究開発部の連中で何で。いやね、わかります。すごいコントローラー揺れてる。なんだ、そんなところで何してんの。歌ってるのか。2時間後、ラクーンフォレスト上空。すべての始まりは、ラクーンシティ郊外で相次いだ猟奇殺人事件の捜査だった。我々の想像をはるかに超えた悪夢のような出来事が待っていようと、誰一人知る由もなかった。どうした。エンジントラブル発生、緊急着陸します。いやでもすごいな、ちゃんと不時着だけど。あ、みんな降りた。お、レベッカ、行ってらっしゃいみたいな。現在位置と周囲の状況を確認しろ。隊長、あそこ。ミリタリーポリス。お、おー、死んでる。隊長。ん、どうした。なんだ。裁判所による移送指示書。囚人ビリー・コーエン元少尉、年齢26歳、7月22日軍法会議により死刑判決。直ちにレガソン基地へ移送の上、刑を執行のこと。つまりこの野郎が MP たちを殺した上、まんまと脱走しやがったってわけか。いいか、みんな手分けして周囲の捜索に当たれ。相手は残忍な凶悪犯だ。油断するな。
なんだ。列車。雨が降ってきた。この中に逃げ込んだかもしれないな。安全は断たれた。もう戻ることはできない。あ、こっから入ってきたのか。あ、てか、すんごい綺麗だね。俺ね、友達の家でバイオハザードゼロ、確かゲームキューブ版少し、ね、プレイすることはできませんでした。もちろん、怖くて。チラッとね、こう、両手で顔を覆ってさ、隙間から見るやつ、やったんだけど、それ時よりは断然綺麗になってるのはよくわかる。おー、大丈夫。なんか、しょっぱなゾンビとか出てこないよね。一体何が起こってるんだ？これ最初のムービーで出てきた列車だよね。なんかヒルみたいのが。ラクーン市警スターズのチェンバースです。チェンバースです。聞こえたら返事をしてください。返事プリーズ。誰かいますか？おお、死んでる。ラジオが、動いてる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 。当たり前のように、おほほ、あ、囲まれたよ早速。ポーチ、あ、弾、あ、撃った。あ、あ、ヘッドしよう。あ、ダメ、ちょっと気安く触らないで。ナイフとかない。あ、じゃ、違う。あ、ちょ逃げた方が。メニュー画面はどうやって開くんですかね。忘れてしまったぞ。ゲームタッチ、おう、向こう側来ちゃったけど、誰かいるか。あ、なんか早速セーブできそうだけど、インクリボン、俺その前回バイオハザード HD リマスター1の方ね、インクリボンが足りないという事件が発生しましたので、今回ちょっと節約していこうかなと思います。ここにセーブポイントがあることはよく分かった。よし、あ、ありがとう。四角ボタンでメニュー画面だということをね、放送コメントをね教えてもらって、はあはあ、組み合わせるで、あ、15発まで持ってるか。あ、ナイフとか持ってないんだよ。もうなんか早速さ、ダメージさっき食らって黄色なんですけど、カーションって書いてある。やばいな、警告状態ですよこれは。あ、曲がり角、はあ、ちょっとゆっくり行こうよ、ゆっくり。そんな急ぐ必要ないでしょ。鍵がかかっていて開かない。ドアに車掌室。はあ、ここが。鍵を手に入れればいいんだよね。ああ、鍵持ってそうなやついたわ。言ったそばから。取ったら襲ってこない？こっちはなんか、鍵がかかってる。ロックかかってるもんね、見るからに。と拾ってみるか。無残に引き裂かれた乗務員の死体だ。何か持っている。列車の鍵、あ、な、使うってのがある。おい、誰か来てるぞ後ろ。おお、何そのタトゥー。ちょっと待て、謝るな。ビリー光栄少尉、イケメン。ほう、驚いたな。俺のことを知っているだなんてな。死刑執行予定の第一級殺人犯、そして元軍人。ああ、なるほど。あんたスターズか。今あんたらとはお近づきになりたくはないんでね。おお。おしゃべりはここまでにさせてもらおう。あ、どこに行く。待ちなさい。待ちなさい。あなたを逮捕します。
やべえ、早速飾りは間に合ってる。バカにして、バカにして、もうあんたなんて知らない。いや、じゃない、いや、そんな本とか、ほーほーん、ちょっとベリー公園、あ、ちょ、な、え、エドワード、何があったの。くそ、なんてこった、最悪だ。気をつけるんだ、レベッカ。すげえダイナミックだな、エドワード。ゾンビや、化け物でいっぱいだ。ゾンビや化け物。おお、ワンワン、ワンちゃん、ワンちゃんオンライン。はい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 、私はバイオハザード1で、もう君たちとは、ふっ、ダメだ、ちょ、ど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 、はい、こっち来る、ふっ、あ、ちょ、待て、オッケー、近づいてきたら撃つ、近づいてきたら撃つ、よし、見えたら撃つ、うん、よし、これ以上私に近づかない方がいいぞ、忠告したはずだ、二度目はない。怖い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 、あぶねえ、反射神経、よし、はい、音楽なくなったってことはいけるだろう。あ、もうなんか死にそう、死にそうだ、痛え、やべ、牛丼食べ過ぎた、脇腹痛い。お、エドワード死んだ、エドワード死んだだと、あれ、エドワード数時間前は元気だったのに、何か持っている。オッケー、頭いただき、もう今いらないっしょ、あざーす、死ぬ、エドワードも死んだだと、ちょ、ビリー公園助けてよ、列車の鍵手に入れたけど、あれはあの車掌室では使えないのかな。なんかこう、あー違うな、くまさかスタートからこんなダメージを食らうとはな。ここが J セーブでしょ、こっちは開くんかい、202号室。誰もいないか。よし。これ開くのか？特に役に立ちそうなものはない。瓶が、なんだ？乗客の日記。7月14。今日上司から指示があった。アークレイ山中の研究所跡の調査が必要になり、我々が担当することになったらしい。移動は2班に分かれ、先発隊は、廃棄実験隊や廃棄物、あ、遺棄か、遺棄と廃棄物の調査を始めているそうだ。7月16日、どんな乗客だこれ。残念なのは、この調査のために試作 BOW タイプ Y139 の研究を一時的にでも中断しざるを得ない。はい、BOIW です。タイプ Y139 もそうだが、甲殻類の T ウイルスに対する反応は未知の部分も数多く残されており、研究対象としては実に興味深い。ごく少量の T の、これ T ウイルスのことが、投与でも種類や育成環境によっては全身の著しい硬質、巨大化、体内毒素の異常増殖、知能の発達、あ、もうね、まあ大体ここら辺はバイオ1とか、あと2も3以降は出てくる。でもね、今回この辺書かれてるの、急激な口角の発達って書いてあるから、ちょっと違うやつが出てくる、外角とか出てきてるからね、なんかもうすでに俺ちょっとドキドキしてるわ。研究データやサンプルなど以後の実験のヒントになりそうなものがあればいいのだが。7月19、長いねこの日記ね。予定の、え、なんかこれ早速かゆうま日誌とかじゃないよね。予定の日が近づくにつれて不安が増す。ラクーンシティのテレビや新聞は連日のように郊外で発生している猟奇殺人事件を報道しているらしい。まさかと思うがウイルスがだとすれば、いや、今は考えても仕方がない。調査を予定通り進められるよう準備に専念しよう。ああ、もう早速アンブレラの社員さんとか、あっ、あ、死んでる。ハンドガンの弾を手に入れた。寝てる時に襲われたいんだろう、だろう。体中に粘液が付着している。はあ、ひどい雨だ。いつまで降り続くのだろう。
まあさ、こっち行くとさ、ゾンビいるよね。ビリー公園通ってったとことは倒してくれてるよな、もちろん。あ、いるんかい。まだいるな。あ、立ち上がるか。なんかクリティカルとかない？よし、くっ、リロード。うわ、危ねえ。今の危なかったぜ。おねんねしな。ちょっとなんか回復薬ないから調べに行ってもいいかな、セーフティールームに。ねえ、よし。で、スティックで移動だとアレンジ操作で、十字キーで移動するとオリジナル操作になります。ハーブ、グリーンハーブゲット。あ、もう早速使うでもよかったよな。もうレッドハーブとかあればね。調査命令書、血で汚れて読めない部分がある。ラクンシティ来て始まる。現在その施設再利用、うん、まあなんか後がなっちゃってますな。ウィリバーチと、あの指示があって、ああページが破れてしまっている。この後々多分分かりそうですよね。ハーブ使った方がいいかな。L1 を押すとターゲット切り替えできる。素晴らしい。 R1 で構えた状態で L1 ね。よし、来た。あ、誰だ、あの掃除したの。うわうわ、まあ、このバイオハザード現象は何なんだ。もう清掃員の方が一瞬で綺麗にしてったんだな。右のさ、もう死んでる人の顔が怖っ。階段があって、こっちは。ビリー、おお、無線だ。こちらレベッカ。こちらレベッカ、どうぞ。レベッカ、聞こえるか。エンディゴだ。お、現在位置はどこだ。こちらレベッカ、隊長。レベッカです。聞こえますか？応答してください。聞こえている。いいか、よく聞け。護送車で見つけたビリー公園の資料から、さらに詳しいことが分かった。なんだ？奴は一度に23人もの人間を殺害している。何？23人もの人を。精神科への通院歴があることも分かった。十分に気をつけろ。聞こえてるか、レベッカ。凶悪すぎるな。やつは見境なく襲ってくるぞ。隊長、エニコ隊長、聞こえますか？応答願います。うそ、大丈夫？本当に？あー、ちょっと、人騒がせなやつだ。まだ生きてるな。もうそこ、リロード。よし、はあ、別に弾が落ちるわけでもないからな。お、列車の鍵を使った。もうこの鍵は必要ないよ。入ってます。おお、おお、まっすぐ行く道と、え、なんだ。おお、ここから先は危険だ。お前が一番危険だ。あなたと協力ですって。笑わせてくれる。まあ聞けよお嬢さん、なぜかは知らんが、中も外も化け物だらけだ。助け合わなければ命がいくつあっても足りやしない。お困りのようだけど、こっちは助けなんかいらないわ。あいにく
一人でも大丈夫。それとお嬢さんって呼ばないで。気にしてるの。わかったよ、父兄さん。なんて呼べばいいんだ。レベッカ・チェンバース、あなたにとってはチェンバース巡査ですけどね。それじゃレベッカ、一人でやってみるといい。俺はここで待つさ。本当だ。本当にそこで待つつもり？管理責任者への指示書。自動ドアの電源を切っておくこと。その自動ドアあれでしょ、多分5両目の屋根部分に設置されている主電源が、はあはあ、これ覚えておいた方がいいね。2階の食堂後部はしごね。つまりこれだと、ここに行くため、5両目に行くために食堂のはしごを使うと。2階のね。オッケー。結構なんかヒントが書かれてるね。上に行こう。あー燃えてますけど、メモが散らばってる。こっちは向こう側からロックされている。あ、お、なんか座ってるぞ。生きてるのか。あ、じゃマジ、うわ、じゃもうまんま言おうと思ったこと言い始めた。おじさん、お、生きてる。うん、うん、あ、なにこれ。うわ気持ち悪い。おじいさん脱皮。うわ強い。いいよきなり。あのね、そろそろこう回復薬使おうかな。あ、使ってもね緑にならないから、ね、組み合わせといって。おっ、うわー見えねえ。え、倒した。うわー、助けて。うわ、ダボケオ逃げていった。大丈夫か。歌ってる。傘もささないで。誰なんだあいつは。なんだあいつは。おお。動き出した。動き出した。誰が運転してるの。戦闘車両を調べた方が良さそうだな。そうだな。待て、俺と協力するんだ。いいな。仕方がないけど私わかんねえ女だな。さっきの奴にやられちまうぞ。わかったわ。でも覚えておいて、おかしな真似をしたら容赦なく撃つから。いいだろう、これを持っていけ。なんだスイザー、弾。無線で連絡を取り合うんだ。いいな。うるさいわ。周波数なんだっけ。プレイングマニュアル2、パートナーザッピングについて。ここではパートナーザッピングについて説明しよう。レベッカとビリー、特性の異なる2人の主人公を操作してゲームを進行させるシステムだ。操作しているキャラクターをメインプレイヤー、
非操作キャラクターをパートナーキャラと呼び、それ、と呼びって何？とお呼び？はい。パートナーキャラの操作、右で移動操作、おお、パートナーキャラは基本的に自動で行動しますけど、私のこのミニスティックで、パートナーキャラ自身を動かすことができる。単独行動、共同創作、はい、パートナー、なんか別に、うんうん、共同創作と単独行動の切り替えは、タッチパネルを押すと変わると。プレイヤーチェンジ、ステータス画面で三角、はい。ってことは、ビリー・コーエンとレベッカの操作を切り替えることができると。アイテム交換、お。キャラクター特性、レベッカ。ハーブ系アイテムを調合できる。敵の攻撃に対する防御力が低い。特定の薬品を調合器具に、採取可能。キャラクター特性、バリー。元海兵隊員であるビリーは、主に以下のような特性があります。ハーブ系アイテムを調合できない。不器用か、まあ、でも、レベッカもともとね、調合できる人ですからね。敵の攻撃に対する防御力が高い。素晴らしい。大抵の重量物を押すことができる。重い、その、棚とか、動かせるというわけか。パートナーキャラは攻撃されると最後には死亡してしまう。コンディションには常に気を配る必要があります。はい、無線で助けを求めてきます。無線が聞こえたら速やかに助けに向かいましょう。強力ですね。おお、だからこうして三角を押すと、うわー難しそうだな。まあ、とりあえずついてきてもらおうかな。そのー戦闘車両に行くためにははしごで登っていかないとダメでしょう。うえー、すげえ007みたいになってる。うわー風が強い。おお、ああ壊れてるね。降りるしかなさそう。こっちは回れない。近寄るのは危険だ。あ、こっちから行ける。直せるか。電源ケーブルが切断されている。元通りにつなぎ直しますか。はい。おお、治ったぞ。ふぅービリー公園落下。いってー。ハーブゲッチュ。でもこのハーブどちらかというとエレベーター1階にある。呼び寄せますか。はい。ああ、食料とかを運ばせるやつですな。たらーん。ダメージ食らってないからハーブ置いとくか。おお、閉まってくれ。閉まりまーす。はい、下へ参りまーす。多分上でしか取れないアイテムとかを下にいる人に渡すみたいな感じだな。ハンドバーン、ハンドバーンってなんだ。ハンドガンの玉ゲッチュー。あ、なんかあるぞ。あ、列車の鍵。はい。何の列車の鍵だろうね。こういうの大抵調べると、あ、車掌室だ。これで進めるようになるか。鍵穴に何か詰まってるのはノブが降りなくなってる。何か尖ったものがあれば取り除けそうだが、尖った、とりあえずこのままだと出られないから、キャラクターチェンジ。うわ危ねえ。ちょっと、風強い。一緒に降りちゃうと出られなくなっちゃうからな。これビリー公園じゃなくてレベッカで落ちるべきだった気がする。体力減ってるもん。
とりあえず下案に降りよう。何今？今何人？2万9000人いるの？いらっしゃい。ちょっとびっくりだわ。なんか違う意味で新しい記録を100万人突破してね、たくさんのお祝いの言葉いただいてですけど、2万9000人は違う意味でも突破してないか？最高視聴者数な気がするんだが、このままだと、そうね、何かアイテムを見つけないと。レベッカ持ってないのかな。パーソナル調べる。これなんだ。まあ薬品調合ができるだけか。で、待って、鍵、列車の鍵持ってんのはビリーなわけでしょ。まあいいか、下でハーブを受け取って、はい、オッケーオッケーオッケー。なかなか操作慣れるまでが。オッケー、こうして下へ降りまーす。で、こっちか。オープン、自動ドアン。あら、故障とかが。調理中の食材がある。役に立ちそうなものはない。あら、水止めないと。もったいないよ。その大型の業務用冷蔵庫、エレベーターというか運ぶやつはどこだ。もうちょっとこっちか、こっちか。あ、びっくりしたー。自動ドアびっくりした。これか。とりあえずハーブをもらっておこう。んー、ゲチュで、何か先の尖ったものはないかな。ね、なんだろうな、先の尖ったもの。ここは、はいはい、開閉可能なパネルがある。開けるには何か道具が必要だ。バールのようなものみたいなね、パールのようなもの。とりあえずじゃあ鍵をもらう。じゃあ、じゃあもうダメ、もうあいつ、あいつなんかもう本当に開くとき開くって言ってもらわないとダメです。開きますドンじゃないとダメ。あれは本当に心臓に悪い。列車の鍵を渡そう。下へ行け。で、チェンジしてメニュー開きます。チェンジ。はあ、画期的なシステムですな。鍵ゲッチュ。ふぅ、何かないかな。あ、ちょ、今結構ね、そう、今開くぞって思いながら前通ったから大丈夫だった。何もないか。車掌室に行くしかないな。で、時間がね、はい、ちょうどいいので、もうちょっとだけ進みます。セーブポイントまで戻っていいかな、とりあえず。ハンズアップ。あ、いる。手応えあり。食らってる。怖い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 。見えないの怖い。そこに治る。よし、回復薬もう一個ぐらい見つけて回復したいもんね。
ああもう一丁来たか。こっちの上は何かあんのかな。いたよね今っつってたよ。やばい、なんかいる。ハーブゲッチュ。あもう絶対ダメ、絶対ダメ。危ない危ない。戻ろう戻ろう。なんか後ろもやばいしね。なんか卵がたくさんある。いるなぁ。避けられるかな。よしこっち来い、こっち来い。よし、おお、ダメじゃん、ダメじゃん。痛い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 。くぅ、確かにね、弾が少ないから節約していきたいところだね。よっしゃ、戻ってきた。オープンセサミ。はい、1000ポイントまで来ました。ということでね、はい、一旦休憩を入れて、ですね、動画の方はまた次回で、生放送のことは、はい、この後休憩、今何分だ、45分から再スタートしたいと思いますので、よかったら見に来てください。でね、後半また30分ぐらいやった後には、告知が、サプライズがありますのでね、よかったら時間のある方は、そのまま続けてみてください。ほんじゃ、またな。